影浦は、作家、沼田信介による日本の短編小説。第123回文学界新人賞、受賞作品として、文学界2017年5月号に掲載され、2017年7月30日に、文芸春秋より単行本が刊行された。本作が、沼田信介のデビュー作となる。また、同作で、第157回、芥川賞も受賞した。 著者である沼田は、最後まで書き上げた作品はこれまでにもあったが、他の人の作品や文体を気にすることもなく自然に、書き上げたのはこの作品が初めてだったので出来栄えには、ある程度の自信があったと語っている。なお、本作は、高い技巧と洗練された文章とが交差したことにより、人間の心の内面や現代社会が抱えるテーマを、巧みに取り入れた。 純文学の傑作との呼び声が高くなっている。明治大学文学部准教授で文芸評論家の伊藤下川は一人称でありながら恋愛感情を含めた主人公の思いはほとんど描かれていないところがこの小説の巧みなところであるとした上で、ただおしむらくは主人公が大人しすぎて友人の父親の個性があまりに際立ってしまい。 終盤における物語をもののみごとに奪い取ってしまうところだと評した。2020年2月14日に公開。監督は大友博士、主演は綾野剛。主人公である会社員の男性が突然辞めてしまった同僚の足跡をたどりながら同僚の裏の顔を知っていく過程を描いていく。撮影は全編にわたり、原作の舞台である森岡で行われた。ありがとうございます。